2020年4月4日より放送がスタートしたアニメ実写ギャレと恐竜の ED テーマを高橋洋子さんの双子の姉高橋龍子さんが担当していることが発表された。2020年4月4日より放送がスタートしたアニメ実写ギャレと恐竜の ED テーマを高橋洋子さんの双子の姉高橋龍子さんが担当していることが発表された。ギャルと恐竜は2018年10月15日よりヤングマガジン講談社で森森子さんと富村小太さんが連載している漫画作品。ギャルと恐竜が時代を超えてルームシェアするというストーリーだ。あるあるギャルと恐竜がルームシェア。2020年4月にアニメ化されるギャルと恐竜のメインキャストスタッフ決定。4月4日に放送された第1話前半のアニメパートではアニメーション制作を務めるセースニコカンパニーカミカゼ動画の黄金タッグで癒しのストーリーが展開されたかと思いきや、後半の実写パートでは予想だにしなかったキャスト陣が集。酔った勢いで家に恐竜を家に入れてしまった三原役として三原さん本人が登場し、三原が住むアパートの大家さんとして代表曲残酷な天使のテーゼでおなじみの歌手高橋洋子さんも出演。番組の終盤には TV アニメポプテピピックで大きな話題を呼んだタイムトラベラー蒼井翔太さんが時空どころか作品も超えて出現し、視聴者に嬉しい混乱を巻き起こした。メディア露出は今回が初とのこと。プロフィール概要は下記を参照してほしい。高橋龍子さん生年月日トップシークレット。前世は力士。その頃バカ力を生かし左右の肩に老夫婦を乗せ火事現場より救出した経験を持つ。今世での仕事はセレクトショップのオーナー。時々手相を見るなど占い師としての一面も持つ。双子の妹は歌手の高橋洋子。小さい頃から予知能力があり、妹のデビューも予言していたが、自分のことは全く当たらない。また、高橋龍子さんよりコメントが届いているので、以下にご紹介しよう。高橋龍子さんコメント、原文ママ令和の大型新人としてデビューした龍子です。気がついたら江戸川橋で神田川を眺めていました。ギャレと恐竜エンディングテーマを歌わせていただけることがとても嬉しいです。楓ちゃんと翔太くんの恋が長く続きますように。ちなみに好きな食べ物は納豆よ。さらにギャレと恐竜のブルーレイ DVD 全4巻の発売も決定。映像特典として実写パートのメイキングが収録されるなど、貴重なコレクションになること間違いなしだ。ボル1は5月27日の発売を予定している。ギャルと恐竜が時代を超えてルームシェアするというストーリーだ。あるあるギャルと恐竜がルームシェア。2020年4月にアニメ化されるギャルと恐竜のメインキャストスタッフ決定。4月4日に放送された第1話前半のアニメパートではアニメーション制作を務めるスペースニコカンパニーカミカゼ動画の黄金タッグで癒しのストーリーが展開されたかと思いきや、後半の実写パートでは予想だにしなかったキャスト陣が集。番組の終盤には TV アニメポプテピピックで大きな話題を呼んだタイムトラベラー蒼井翔太さんが時空どころか作品も超えて出現し、視聴者に嬉しい混乱を巻き起こした。
そして、ED テーマ、Peaceful Days を歌うのは、実写パートに出演した高橋洋子さんの双子の姉である高橋留依子さんだ。メディア露出は今回が初とのこと。プロフィール概要は下記を参照してほしい。高橋留依子さん生年月日、トップシークレット。前世は力士。その頃、馬鹿力を生かし、左右の肩に老夫婦を乗せ火事現場より救出した経験を持つ。今世での仕事はセレクトショップのオーナー。価格はブルーレイ、DVD いずれも5800円、税別。TV アニメ概要、ギャルと恐竜、放送情報、東京 MX、毎週土曜25時から BS11、毎週土曜25時からとチギテレビ、毎週水曜23時から北海道テレビ、毎週木曜25時20分。アニメキャスト、恐竜界で、島袋美里、山田、夏吉優子咲パイ。工藤由紀翔太、山下誠一郎。実写キャスト、恐竜界で、8467、八代木の木、手相を見るなど、占い師としての一面も持つ。双子の妹は歌手の高橋洋子。小さい頃から予知能力があり、妹のデビューも予言していたが、自分のことは全く当たらない。また、高橋留依子さんよりコメントが届いているので、以下にご紹介しよう。高橋留依子さんコメント、原文ママ令和の大型新人としてデビューした留依子です。気がついたら江戸川橋で神田川を眺めていました。ギャルと恐竜エンディングテーマを歌わせていただけることがとても嬉しいです。楓ちゃんと翔太くんの恋が長く続きますように。ちなみに好きな食べ物は納豆よ。さらに、ギャルと恐竜のブルーレイ DVD 全4巻の発売も決定。映像特典として実写パートのメイキングが収録されるなど、貴重なコレクションになること間違いなしだ。ボル1は5月27日の発売を予定している。価格はブルーレイ、DVD いずれも5800円、税別。TV アニメ概要、ギャルと恐竜、放送情報、東京 MX、毎週土曜25時から BS11、毎週土曜25時からとチギテレビ、毎週水曜23時から北海道テレビ、毎週木曜25時20分。アニメキャスト、恐竜界で、島袋美里、山田、夏吉優子咲パイ。工藤由紀翔太、山下誠一郎。実写キャスト、恐竜界で、8467、八代7。アニメスタッフ。